セロです。ココミです。ニャーニャーチャンネル始まるよ。今日紹介するのはこちら、一平ちゃんの謎チョコレートキューブ入りチョコソース味とショートケーキ味です。開けてみます、はい、今日はこちらを食べてみましょう。美味しそうに見えるけど味はどうかな。ねえ、甘いのと混ざる、ね、もうこれも茶色いんだ。ほんとだ、もうすでに茶色いね。匂いはね、ソースとチョコソースと後のせかやくどう。あ、ショートケーキ味はこちらの後のせかやく。トッピングが乗ってるね。いちごとか特製マヨソース。ではお湯を入れていきましょう。はーい、はい、お湯を入れます。はい、お湯を入れました。3分待ち遠しいですね。その間シュッシュッシュね、シュッシュッシュのよよよ、軽く水一万弱親父のクイズ出して。クイズ、はい、ニャーニャークイズですか。違います。なんか薬の匂いがする、粉薬。そうなの。3分経ちました。お湯を捨ててきました。じゃあ開けてみようか。うん、開けてみよう。せーの、どうでしょう。キュッキー、全部いいよ。ソースで混ぜます。あ、何の匂いする。なんかチョコソースの匂いする。チョコソース、混ぜます。うん、はい、うわー、チョコだ、チョコだ。ショートケーキの匂いかな。どれどれ、ショートケーキの匂いする。どれ、匂いわかんない。続いてもう一つの、こうやって、あ、なんかほんとチョコレート。あ、なんかほんとチョコレートの感じだね。うん、感じじゃない、普通の焼きそば。あ、ほんとだ、普通の焼きそばっぽい色はしてる。これはほんとチョコっぽいよ。うん、チョコじゃないの。チョコだよね。はい、完成です。完成です。セイラちゃんも完成です。イエーイイエーイ。あとじゃあショートケーキも作ってくれる。うん、マヨネーズかな、バニラ風味。うん、すごいすごい。ショートケーキ味も完成しました。じゃあ食べようか。はい、早速食べよう。せーの、いただきます。どう、チョコの味する。美味しい。デザートみたい、普通の焼きそばみたい。うん、味がしない。甘いのとソースが混ざってるような感じ。不思議な味だね。うん、食べれないことはない。うん、美味しい。はい、うんうん、美味しい。あ、匂いにつられてリココちゃん登場しました。さすが食いしん坊ですね。はい、リココちゃんもどうぞ。おいしい。わかんない、食べてみて。おいしいよ。それはね、ケーキ味だよ。ショートケーキ味だよ。いちごのケーキ味だって。どう、おいしい。はい、ケーキ味に挑戦しますよ。ショートケーキ味はブブーだそうですよ。もう普通のがいい。なんかだんだん食べてくるなんて嫌。そうなの？ね。嫌だ？おみちゃんショートケーキ味に挑戦しますよ。そう？美味しいんじゃない？あっと全部食べれる。普通。普通。どっちが美味しい？チョコの方がいい？ごちそうさまでした。あれ？なに？え？ごちそうさま。え？あれ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 ？あ、なに？ちょ、苦い。なんか、た、一番最初食べた時美味しいけど、だんだんね、なんか嫌になってくる。普通のがやっぱりいいみたいですね。はい。あれ？リココちゃんまでいなくなっちゃったよ。あの食いしん坊のリココちゃんでさえ。ギブアップですか？はい、ギブアップ。ごちそうさましましょう。ごちそうさまでした。あとはパパに全部食べてもらいます。
皆さんもよかったら挑戦してみてください。3人は苦手だったようです。